はい、皆さんこんにちは、アジでございます。ゆるドラッグシミュレーター2ですね、やっていきましょう。さあ、今回はフレイトマーケット。さあ、どこ行き、あ、私ノルウェーいんだね。で、わっとい、いや、もうちょっと近くでいいんですけど、ノルウェー同士ないかいそんな遠くまで行かなくていいんだけどね。すごい、あ、あった。あ、でもここは行ってんだね。あ、ノルウェーは全部行ってんのか。ノルウェーは全部行ってそうだね。あ、でもノルウェー、ノルウェーで行っかな。うん、ノルウェー、ノルウェーで行きましょう。これね、反射板ポスト12トン。はぁ、いきなり眠いって言われてる。これまたあれだね、先寝ないといけないね。ホテルを、あ、行ってんのは行ってんだよね。あ、でも港があるんだ、ここ。ほう、ここ、こう回りで行けんだね、港で。そういうルートも面白いかもしんない。あと、私、あ、休めるとこあるね。あ、え、ここにも港あるわ。ほわ、ちょっと港覗くだけ覗きましょうか。港覗いて、ここかな。そうだね、ちょっと港覗きましょう。あ、寝れるわ、ここ。どうなってんのナビゲーションリセットね。まず行きたいところは、あ、もう行きたいところ港でいいのか。で、あとこのハテナも見に来たよね。ハテナも見に行きましょう。あ、先ハテナ見に行こうとしてるのね。いや、だったらば、このハテナを一発目にして、ここね、二発目。これで行きましょう。修理もしないといけないですよね、私ね。さあ、行きますよ、と。よっこいせと。いやー、空に荷物ないとか軽いね、やっぱり。運転もね、心なしかラフになりますね。で、ああ、もう見えてきましたね、あのナビ上では。あ、港があるんだ。あ、そうだ、港に行って向かってるもんね。ポラリスラインズ、ああ、なんかありましたね、ポラリスってね。ほへーと、まあ、ここ制限時速50キロだからね。いけますね。お、私も慣れたかもわかんない。ちゃんと左先見てますね。左先見て、右見てるんで、右側通行慣れたのかもわかんないね。お、これ、これ?いや、違う。違った。これね、罰金取られるんだよね、またね。ああ、お金が122万もいってる122万有料もあるね。これ早く処分しないと。処分という言い方すごく申し訳ないけどね。おお、やでしょ、これ入って、で、ここの港で一泊と。ほう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 。で、これ右折して、なんかぐるぐるって回ってんね。どういうこと?あ、そうだ、ぐるぐる回るのは次、寝た後に行くところなんだよね。じゃあ、これ右に曲がれと。あ、フェリーターミナルあるんだね。私もね、大阪なんでね、あの大阪港が近かったり、南港が近かったりするんだよね。おお、眠くなってきちゃった。結構ね、いろいろ港とか行ったりするんですけどね、なかなか楽しいですよね。サンフラワーのところがすごく綺麗になったんでね、関西基地でしたっけ、さあ寝ましょう。すごく綺麗になったんでね、で、新造船ができたということで、
聞いてまして、ちょっと乗りたいなと思ってるんですけどね、ちょうど九州行きたいなっていうのもあるんで、行きたいよね。さあ、荷物まだあるかなという前に、まだ私行くところがあります。ちょっと修理しようかなというのがあったんで、おお、フェリーがついてるわ。さあ、私はこのままで、左に、左曲がっちゃダメ？あ、これ逆走してんのか、私。逆走してんだね。これ、この置いてる荷物、ぶつけて盗むことできるのかな？そんなことできるのかな？まあ、オープンワールドじゃないからね。で、こっちに行くんだね。エグジットって今一瞬書いてましたんで、でこっちで行くかな。ここで速度オーバーしても怒られはしないと。あ、こう回れよっていうことね。はい、よいしょ。で次右曲がれって言ってんだよね。ごめんなさい、すごく運転が乱暴です。もうね、すごく乱暴ですね。そういえば動画でね、ぐるぐるランダバウト、ラウンドアバウトでしたっけ、あそこで、立ち往生してるトラックの動画を見ましたね。やっぱ内輪差すごすぎると。ということは、飛行機、ラウンドアバウト、あそこで立ち往生しちゃうと、もう、あ、今ね、これ回ってますけどね、目の前でトラックがね、立ち往生しちゃうととんでもないことになるんだね。はい、行きますよ、私まっすぐね。あ、乗り上げちゃった、乗り上げちゃったね。すごくラフな運転してますけど、あ、ここは70キロなんだね。え、まだ50キロかい。何これ、あの70キロって何だったんだろう。ちょうど短い、あそこの短い仕事を受けていい感じなのかもしれないですね。もうなくなっていくかもしれないね、9時間経ってから。なくなってでも近場の仕事があればいいかなと思ってますんで。あ、ここからな、まだ70キロなんでね、きっとね。これトラックの速度制限が分かんないんですよね。標識にあるのとは明らかに違うのね。でまたここから50キロでしょ。ひどいな、もう本当に。すごいひどいね、もうスピード違反させるのに、させるのを見越してやってるような感じだよね。で、この右前がホテルみたいですね。これがホテルね。一応入っておきましょうか。走破率多分上がるんですよね、これでね。オレンジになりましたから。で、ここを右に行くと、おお、危なかった。全然見えないんですけどね。来ないと勝手に決め込んで出ちゃってますけど、でこの右側に見たこともない何かがあるはずなんですよね。いやー、自分で言うのもなんですけど、かなりラフな運転してますね。まあ、今回も例に漏れずちょっとお酒入ってますからね。お酒入って実車運転しちゃダメですよ。本当、飲んだら乗るな、乗るなら飲むなですよね。で、ここにあるのは何？あ、人材派遣会社ね。人材派遣会社見つけましょう。で、これ、そうだ、謎なんですよね、これね。これ多分私が言ってたやつだと思うんですけど、これ、入れんですけど、何か分かんない。
バス停ねえ、これバス停だよね。いずれバスも運転することできるのかな。ライトつけっぱなしでしたね。これが分かんないんです。前私が行ったところはゲートがあって、ゲートも入るんですよね。あ、左側通行のあの癖ですね。これ右側の U ターンするっていうのね右回りで U ターンするのは多分左側通行の癖だと思うんですけど、多分右側通行の国だったら右折で右回りで U ターンするんでしょうね、きっとね。いやいや、左回りだ。私今右回りで U ターンしたからね。そうだよね。さあ、ちょっと修理しましょう。いけますねと。車ぶつけてたんでね。修理しましょう。はいっと。さあ、サービスね。で、あ、ホイールがね、だいぶいってましたけど。さあ、これでいきましょうか。このトラック気に入ってるわ。気に入ってますね。で、これがお休みするならここだけど、ただもう私は寝てるので、さあフィードバックでもう一度見てみましょう。はい、いやあ、品ぞろえ変わってない。いや、4つあるね。3つしかなかったのが4つ増えてる。あの大きいのはね。ということは私の仕事がなくなった。あ、変わっ、お、あった。でも白身魚のフライ、白身魚のフライでいいよね。うん、白身魚のフライしましょう。すぐそこで拾えるみたいですね。よし、こっちは OK ね。危ない危ない。ちょっといたところで荷物が拾えるみたいですね。これは多分200キロコースかな。そんな感じがしますね。あ、でそこを左曲がると車庫あんだね。ちょっと言ってみちゃってもいいかな。あ、しまった。サイド入れちゃった。もう車もいる。あ、今の左があれか。私道間違えちゃったね。今の左があれなんだね。手前左曲がとかなきゃいけなかったんだね。まあ今の車もね、めちゃくちゃ自動制御とか電子制御だね。あ、自動制御じゃない、自動制御はもともとか電子制御だもんね。ほんと私が想像してるのと違うんですよね、実車乗るとね。前あのハンドル切ね、ハンドル切った時も、まあ、あの切った後にじんわり切れるような切り方してたのが、あれがひょっとしたらそれの一環かもねーと思っちゃったりしてるんですけど。目の前のものかな。目の前にトレーラー積んでたのね。はい。ああ、そのままでしたね。ポーラーフィッシュ。あ、白身魚だね。遅かったかな。ちょっと遅かったね。うおラフに突っ込んじゃった。こんな感じかな。これでどうでしょうかと。え、ダメなのかい。これダメなのか今の。あ、そうだ、あのコメントでねいただきましたけど、まあ私がね、皆さんの乗り方どんな感じっていうのを聞いてたら、ミッションで乗ってる人もいるんですよね。私もミッションやってましたけど、あのマニュアルね。いやー、マニュアルのね、なんか面白いんですけどね、マニュアルね。私もあの車のゲーム全般はもうみんなミッションでやるんですけど、このゲーム
実況だとミッション無理でしたね。喋るの、喋ってるとミッションが何かも、もうミッションとか喋ってると事故っちゃうね、ほんとね。さあ、じゃあ行きましょうか。距離短いでしょ。何キロ。いや、それでも400キロあるね。あら、予想に反してある。予想に反してありましたね。確かにこのぐるぐる回る交差点ね、これになって、危ない、当たる。おお、ごめんね、ありがとう。今の明らかに私だね。荷物積んでるから止まれると思ったと思わなかったね。これになると信号が確かにないよね。これも日本で試験的に導入されてる交差点ありましたよね。どうなったんだろう。いやー、でもこれあのね、あそうだ、あの中国でね、自動運転なんですけど、1、2ヶ月ぐらい前のニュースでしたかね。中国でトックを作ると、自動運転のトックを作るよっていうね。で、全ての車が自動運転になるのかな。確かに全ての車が自動運転になったら、ね、ネットワークとかで結べば、もうどの車がどう動くかっていうのが分かるから、事故なんかまず起きないでしょうねっていうような感じが、まあ、あったんで、それね、どうなるか期待なんですけど、やっぱ中国すごいですよね。もうそういうとこ、もうガツンってやるぞって言ってやりますんで、ね、アメリカの Google とかの自動運転でも、そこまでね、テスト地域が、テストする地域に、地域全てが自動運転でっていう感じじゃないもんね。人がいるところで、なおかつ、自動運転も導入するよっていう感じだったんですけど、そこはやっぱり中国はすごいですね。がっつり。もう、やるよと。でも、まあ、確か特攻、ああ、これ見たね。特攻を求め、特攻を作ってやるっていうのはすごく、効率的だと思いますよね。だからやっぱり中国の本気度が見えますよね。その自動運転に取り込む、自動運転取り込むじゃないや、自動運転に対するもうものにするんだよというような、情熱が見えますよね。まあ、でもこれでね、なんか進展するとますます、ね、自動運転がなっていくんじゃないのかなと。まあ自動運転になればね、そういう感じでもう全部が自動運転になれば、信号いらないもんね。信号っていうのがいらないですよね。もうどのタイミングで回っていいのかはっきり分かるので、ああそうなったら信号が全くない、いずれ信号がない全くない道路っていうのができるかもしれないですね。あとそうですね、高速の渋滞もなくせるかもしれないですよね。でも渋滞してたら、渋滞しそうになれば、密になれば違う道を選ばして、でなおかつ一般道に信号がないもんですから、あら高速道路いらないんじゃない。あでも信号がいらないことはないか、人がいるもんね。人専用の信号がいるよね。人を渡らすための信号っていうのがいるんで、まあでもそうですよね、歩行者のためだけの信号だけですよね。で歩行者が信号をして、あ歩行者が多分押しボタンでしょうね。歩行者が押しボタンを押すと、そこら辺の車に指示が出て、で止まるような感じになるんでしょうね。ですから車専用の信号っていうのはなくなるのかもしれないのかなって。全てが自動運転だった場合ね、そうするとますますね、合理化ができるというような感じですね。なんかスピード出すぎてんですけど、ああそれはでも面白そうですね。行き着くとこ行っちゃったらきっとね、もう自動運転もいらなくなるんでしょうけどね。バーチャルになるんで。ね。旅行にも行った気になれるとかね。これは、片側通行だね。よ
くてきてんな。こうちゃんと向こうが赤になってんだよね。こっちが青になる前にね。よくできてますね、本当ね。いやうん。まあ、あの、車をね、ああ、そうなるとあれかな。車業界も思いっきり変わるかもしれないね。本当に。もう、電気自動車とかが当たり前になるんじゃないですか、AI になるとね。ただ、あ、なんかやっちゃったよ。また1100ユーロ取られちゃった。何キロここ70ユーロな、70ユーロじゃない、70キロなんだね。あの、車をドライブしたいっていう人からするとちょっと反発もありそうだよね。まあ、私も最近はね、チラチラドライブに行くんで、あ、いいかなと思ってるんですけど、まあでもどうだろう。あ、そうだ、バイク乗る人なんか絶対無理だよね。バイク乗る人はバイク乗ることが楽しいもんね。そういう人ばっかりだから、バイクは自動運転は絶対ありえないね。てか自動運転になったらバイクがなおかつ迫害されるのかもしれないね。バイクって結構ね、どちらかというと車はあの、まあ仕事とかで使ったりとか、必須的な扱いなんですけども、ぶっちゃけ株以外のバイクって贅沢品扱いですもんね。まあ株とか 50cc はまあ贅沢品扱いじゃないと思うんですけど、普通のバイクはもう贅沢品扱いですね。生活必需品ではないだろうっていうような扱いが食らってるんで、ですから何でもかんでも高くなりますよね。あとまあ、馬力規制もそうですし、かわいそうなのが排ガス規制ですね。本当に排ガス規制でなくなったバイクの車種っていうのはすごく多いですからね。あれ見てると、本当に、いやいやいや、どう考えてもディーゼルエンジンのトラックの方が空気汚しいでしょっていうのがあるんですけども、バイクの方が食らえますもんね、先にね。まあ、あれは多分試験的なもんもあるのと、あとまあ、ひょっとしたらまあ、トラックを最初にしちゃうとすごく反発を招くだろうから、まず、人柱としてバイクっていうような考え方なのかもしれないですね。まあ、多分バイクの利害はバイクのことすごく目の敵というか鬱陶しがってると思うんでね。確かにね、私もあのバイク乗りでしたから、ね、本当にバイク好きだったんですけど、まあ今となってみたら確かにね、当時はね、なんでバイクばっかり規制すんだよってバイク雑誌の言うことを真に受けてましたけど、まあ、今となってはね、仕方ないよねってね、正直思っちゃったりもしますよね。本当今なってから思いましたね。バイクはあの贅沢品だなっていうのはね、もう結婚してバイク降りてから思いましたね。それまではね、いやいや何言ってんだ、バイクはそんなもんじゃ贅沢品とかじゃないよとか思ってましたけど、まあよく考えたら、なかったら生きていけるでしょって言われたら、ああそうだねって言う、まあツーリング楽しいんですけどね。あとまあ渋滞もね、あまり引っかからないんであれなんですけど、まあでもバイクは若い頃じゃないと乗れなかったな、私の場合はね。若い頃はね、ほんとエネルギーがあったからね、日帰りで5、600キロとかも走れたもんね。ほんとね、今もう100キロ走ったら、片道100キロ走られたらもう止まりたいっていうもんね、きっとね。もうどっか入ろうって。もうキャンプ場なり宿屋なり入ろうって思わず行っちゃいそうだもんね。まあ本当若い時はよく乗りましたね。もう逆に言うと、うちのカメさんがバイクに今すっごいハマってるんですけどね、私はもう若い頃に結婚するまでにもうやりたいことやったできたね。嫁さんはねそこら辺愚痴って言うんですけど、私はできなかったって言って今はすごく乗ってるんですけど、もう私はね、もう堪能したな。ツーリングも行ったし、キャンプも行ったし、ねえ、北海道もバイクでね、1ヶ月ぐらい行ったしね、キャンプしながらとかね、ライダーハウスとかでもね、そういえばなかなかライダーハウスもね、減っていってるらしいんですけど、まあ、今ね、昔はね、キャンプ場とか、まあ、キャンプ場もそうですけど、ライダーハウスは特に、ライダーハウスは特に旅人のね、まあそのライダーとか、まあ
ライダー、またあの自転車のことはあのサイクリストと言わないんですよね。我々の時はチャリダーって言うんですよね。チャリダー、あと徒歩だ、あの徒歩の人ね、まあ、徒歩の人はあんま少ないんですけど、ライダーハウスではのライダーがメインで、まあ、あとはチャリダーの方で、情報交換がね、あの私が行った頃は情報交換がね、あのライダーハウスとかそういうところで情報交換するっていうのがもう決まりだったのでね、ですから必須でしたけど、ひょっとして私間違えてない道、あ、ちょっと227欠点ね、聞き間違えましたと。ですからあれでしたね、もうライダーハウスに泊まってどこが楽しかったのっていう情報を聞くっていうのがまあね当たり前だったんですけど、今はやっぱりインターネットがあって SNS でそういう情報を求めるので、超情報は収集できちゃうので、ライダーハウスに行かないらしいですよね。ですからきっとライダーハウスに行くっていうのは、それを経験、それをいい時代に経験した我々世代ぐらいしかいないんじゃない、多分30、40、50ぐらいのおっさんがいて、多分20とか20代、10代後半の人なんかもライダーハウス行かないのかもしれないね。キャンプは行くかもしれないですけどね、まあ、キャンプはねライダーばっかりじゃなくてオートキャンパーとかもねいますし、あ、でも私あんまりオートキャンパーとは一緒になったことないね。オートキャンパーってオートキャンプ場行くでしょ。北海道まで行ったらオートキャンプ場なかったかな。いや、当時まだオートキャンプ場っていう言葉がなかったのかも分かんないね。ですからもう私はもうね、本当に北海道で初めてキャンプとかを体験したものですから、あ、まあ北海道行く前もしたっちゃしたかな。いや、でも北海道が最初だね。だからね、あの本州に帰ってきてね、キャンプ場でお金取られるって言ったらびっくりしちゃうんですね、未だに。まあ、今はもうびっくりしませんでしたけど、ってなっちゃうんですよね。あと持ち込みテントで金取られるでしょ。テント持ち込んでるのに金と持ち込みテント代で金取られるのって、いや入場料払ってんだけど持ち込みテント代で金取られるのっていうのがちょっと思っちゃったりするんでね。まあ、そういえば北海道はね、まあ、村おこし町おこしの一環でしたからね、あんないいキャンプ場無料でっていうのがあったんですけど、なかなかね本州の方ではそれができることがないよねという感じではありますね。まあ前も私言いましたけど、キャンプ行ってもうこの時期だったらもう寒い寒いだからね、もう今シーズンはキャンプ終わりですね。次するとすれば来年の4月5月かな。そんな感じかなって思うんですけど、まあ今年はあとは車中泊するかしないかですね。ただまあちょっと前にも言いましたけど、お金使いすぎちゃったので、ね、ちょっと自重しないといけないですね。まあ、長男も受験なんでね、もう受験料って高いなーって思うんですよね。ちょっとね、長男から受験料の請求されて、私目が点になっちゃった。もう3万5000円、4万円するんですね。私の時で3万円だったかな。いやいや、世の中デフレでしょって思うんですけど、教育に関しては金額上がってるんですよね。いやー、ほんと、まあね、教育をビジネスにするっていうのはいかがなものかと本当常々思うんですけども、まあ教育をこのビジネスにし、まあ、競争にしないときっと水準が上がらないんでしょうね。で、競争させるとビジネスになっちゃうんですよね、どうしてもね。やっぱり我々の方もよりいいところに行こうと思えば、やっぱ厳しいところに行くのかなっていうような感じなんでしょうね。まあ私高卒だからいまいち大学に行くっていう意味が分かんないんですけどね。まあ今だったら行きたいと思いますけどね。今だったら行きたいと思う。当時大学の試験を大学を目指した時期ありましたけど、なぜ行きたいかって言ったら働きたくなかったもんね。で、受ける大学もね、文系でしたね。なぜ文系かっていうとね、もう、横島な考えでした。あの頃若かったからね。もう若かって工業高校行って男にまみれてたからね。
ああ、大学は文系だーってね、いう感じで、文系の話を聞いて、マジそれって思ったんでね、あ、じゃあ文系行こうってね、なったんですけど、まあ、そんな横島な考えをしてる私が通るわけもなく、もう、働きましたけどね。まあ、今となっては、それでよかったんじゃないって思うんですけどね。まあ、大学行ったり行ってたってね、また考え方変わってるんでしょうけど、いやでも、まあ、私がね、ちょうど、まあ、私と同世代の方が、ね、私のチャンネル見てる人多いと思うんで、まあ、40代、また50代、また30代ぐらいのね、人が見てると思うんですけども、で、また60キロ落ちるの？あららららら。ね、当時は本当にバブルだったからね、本当に、うちの親も、決して私裕福な家庭じゃなかったんですが、で、合ってる？うちの親もよく、声を出してくれましたね、予備校のお金とかね。まあ、確かにね、私の親も、バブルの頃はすごかったって言いますもんね。ほんと、お金がもう、湧いてくる湧いてくるって言ってましたもんね。ですから、うちの親なんかは、我々の親の世代なんかすごく幸せな世代で、今頃年金生活でしょうけどね。年金もすっごいびっくりするぐらい出ますもんね。ほんとね、これが我々の時にはきっと、おやってなるぐらいなんでしょうから。ですんで今私はね、子供、ね、親は何事もなく、大学の私がもう全然勉強もできなくて、落ちるだろうなっていうような受験料をほいほい出してくれたんですけど、今ちょっと時代がね、若干違いますからね。もう、そこそこな金額を請求されたんですよね 10万超えてましたね 何、推薦？推薦を受けるから言って、まあ、2校なんだけども、実質3校分受けるみたいな話で、私は頭の中で2校と思ってたから、3校分請求された時にびっくりしましたね。えってね、まあ3校分って言っても3校強分請求されたんですけどね ちょっとびっくりしちゃった、本当に。ちょっと私の年収とうちの家の年収と考えたらちょっとびっくりするような金額になりますよね。ああ、ですからこれがバブルの頃だったら私も親ぐらいにホイホイって出したのかもしれないね。まあ私はね、私の親は共働きだったんですけども、共働きで母親も父親以上に稼いでたっていうのがあったんで、父親並みかな？もうだからエンジンが2つ全開で回れるっていうような感じだったんで、結構、私は本当にね、長屋住まいでしたけど、今となっては確かに、生活はね、生活というか、生活レベルは貧乏でしたね。ただ、食事とかには全然普通に、いい食事とか、栄養満点な食事を母親が作ってくれてましたんで、いやー、やっぱり稼いでたんだねーってね、当時はね。本当にあの当時はバブル真っただ中だったもんね。とうちの親父もね、仕事してた中で、もう、本当に、金には困らなかったというか、もうちょっと休ませてっていうぐらい仕事があったって言ってましたもんね。いやー、本当ね、そこはそこであれなのかもしれないけど、まあ先立つものに不安がないっていうのはあったんでしょうね。まあだってあの頃は、その後に私就職した時思いましたもんね、本当にね。もうね、転職の時代って言われてましたもんね。転職雑誌がすごく流行った時代で、ね、転職雑誌の宣伝とかすごかったですもんね。でも、私が就職したとこも、毎月毎月誰かが呼んで誰かが入ってきてましたもんね。ほんと。ね、
今だったらなかなかやめないけど、やめても入ってこないっていうのがあれなんだよね。あ、ですから私の友人もね、それで苦労しましたね。まあ、苦労してますわ今でも。いや、すごい、まあ、あの大手企業にいるんですけど、あれオレンジのライン抜いていいのか、まあ転生だからね。もう超大手企業に働いている友人がいるんですけど、辞めたら入ってこないって言ってましたもんね。でまた辞めるんだよって言ってましたもんね。で、あの部下がいないっていうか、自分が一番下だって言ってましたからね。もう40代だよって。で下が入ってこない、いや入ってきても辞めるっていうのを言ってましたもんね。もう本当ね、大変ですね。そういえばちょっと前にね、某東芝さんが、某言っても仕方がない、東芝さんがね、5年計画で7000人をリストラするって、まあ東芝さんね、いろいろありましたからね。まあ、そうですね、あ、そうだ、あとあれね、ちょっと私最近ね、あの人から言われたんですけど、人から教えられたんですけど、日本って GDP、国民総生産は GNP でしたよね、もう今言わないけど。GDP ですかね。なんちゃら総生産の、国なんちゃら総生産のことかな、ちょっと忘れました、ごめんなさい。あれ、日本3位なんですけども、あの2位が中国ね、1位がアメリカで。で、多分ね、4位、5位がヨーロッパぐらいが入るらしいんですけど、あの国ではね、多分国以外を入れると4位、5位にあれが入るんですね。カリフォルニア州がね、アメリカのね、4位、5位ぐらいにカリフォルニア州が入るはずなんですよね。あの、シリコンバレーもってんでね。で、まあ、それを置いといて、あの、で、一人当たりの GDP っていうのが、どこいいのって、ルクセンブルクみたいですよね。ちょっと前に私調べてみました。ウィキだったかな。ははは、また違反しちゃった。もうやだね、本当に。ここ何キロ ?50 キロね。で、その、一人当たりの GDP で言うと、あの、日本はだいぶ下なんですよね。ですから日本は、人数で、まあ、グロスというか、人数でドカッと GDP を稼いでる国みたいですよね。ですからその辺はアメリカも一緒なんですよね。アメリカ もう全然トップでなくなって、トップはほとんど欧州でしたね。ヨーロッパやっぱすごいですよ。人数少ないですもんね、一国一国で見ると。ですからルクセンブルクが、あのルクセンブルクって国だったんですね。子供に言われて気づきました。え、ルクセンブルク発音からしたらドイツじゃねえのと思ったんですけども、全然でした。ごめんなさい、私ね、本当またバカのでしましたね、子供相手にもしました。で、ルクセンブルクが1位みたいです。で、ちょうどそれを調べた後だったから、おお、ルクセンブルクがいて偉そうに思っちゃいましたけど、ルクセンブルクは、まあ、ちょっと見たらね、1位でした。で、アメリカがね、20何位だったかな。で、日本がもっとした、アメリカ10何位かな。で、日本が20何位だったかな。で、もっとひどいのはやっぱ中国ですね。14億か5億のね、人がね。ですので、もう中国はやっぱり、まあ、中国と日本とアメリカは、まあ、アメリカはまあちょっと置いといてほしいもんね。日本と中国は、一人一人は貧乏なんですよね、やっぱりね。で、数で稼いでるっていうのがどうやら本質のようですね。ですからヨーロッパは、数が少ないから、そう、トータルもいかないけども、一人当たりはする。ちょっと待って。あ、違うのか。ここがゴールなんだね。一瞬ね、驚いちゃったんですけど、これひょっとして開くの？開きませんね。いや、船に乗らないといけないのかなと思ったけど、ここで下ろすんだね。そういう仕事なんですね。で、ここで U ターンしましょう。これ楽かもしんない。バックしなくていいかもしんないもんね。おお、いいわ、これ。これ間違えて船乗っちゃうんだよね。あ、でも結局バックしないといけないのね。あ、でもだいぶ簡単だわ。こら、楽ちんだね。そうだ、今日ね、ライブしますよ。三国志、また三国志します。ダンジョンマスターが、分かんなくなっちゃった、右左が。こうだね。よいしょ。はいはいはい。
三国志をね、しようと思います。三国志ね、パート47と48がね、テレコになってたのをね、私間違えたまま公開しちゃったんで、今回それをお詫びするためにも三国志をやろうと思いますね。今日ね、20時からやります。で、土曜日はね、で、本来は日曜日なんですけども、ごめんなさい、土曜日にしてください。もうこれから土日交代交代って言うのやめますごめんなさい。じゃあというわけでね、この辺で終わっておきましょう。ゆるトーク締めたつ終わっておきます。どうもありがとうございました。